2024年10月22日でございます。えー、将棋坊主、今6級で、確か今70%ぐらいまでいったんですかね。今日、今、13時30分なんですけど、いつも朝5時に起きて、で、まあ、長瀬さんの将棋とか並べて、で、なんかこの、1日10局ぐらいでいいかなっていうふうに思ったんですけど、今日はもうとことん、うん、将棋したろうと思って、もう対局対局対局って思って、あの、10分で、 もう、全部やったんですよ。14、5連敗とかしてて。で、まあ、ちょっと勝って、あ、なんですけど、この将棋をで、思ってること、多分皆さんも思ってるし、いろんなこと思ってる人がいると思うんですけど、僕かなり強いにしてるんですよ。かなり強いにしてると、まあ、地獄見るなみたいな。まあ、いい面もすごくあるんですよ。僕多分かなり強いから変えることはない、ないんですけど、かなり強いにすると、いいことって、負けても、 相手が強いから仕方ないよねっていうプレッシャーから解放されるっていうのが一つと、もう一個が、めちゃくちゃ強い相手が全力で戦ってきてくれるんですよ。で、自分は、ま、基本的に、ま、6級で、3級とか2級とか戦う時あるんですね。で、5級とか6級とかでも、ま、相手の方が強いみたいなのがあって、基本的に強いんですよ。で、足してる時に相手ちょっと強えなって思ったら、めちゃくちゃ差がありますから、ね、基本的には。 めっ、ちょっと強いなって思ったら、相手はすごく強い。で、うわ、この人ほんと強い、マジかよっていうレベルだったら、もうとんでもなく差があります。その人初段とかそういうレベルなんだと思うんですよ。あ、これだったらいい勝負かなっていうぐらいが、まあ、ちょうど、ちょっと強いかちょうどいいぐらいな形ですけど、やってるときに、めっちゃ強えと思って、毎回思うんですよ。なんでか、まあ、もちろん気力の差っていうのもあるんですけど、相手からしたら、自分の方が弱いわけですよ。言ったらね。だから、 相手からしたら、自分が僕に負けたら、レーティングめっちゃ下がるんですよ。めちゃめちゃ。僕が負けても、1か2パーなんですよ。で、勝ったら5パーとか、上がるんですよ。5パーとか6パーとか。で、10何連敗しても、レーティング10何パーしか下がらないんですよ。で、勝ったら結局、2連、2勝か3勝したら、10連敗しよう。20連敗しても、多分2勝か3勝したら、結構戻るんですよ。 だから別に、まあ、まあ負けてもいいや、ってじゃないですけど、思いっきりいけるんですけど、まあ、相手からしたら、負けたらめっちゃレーティング下がるし、で、相手の方が弱いしってことで、めっちゃ全力でいきますからね。もう妥協なき手とか、もう途中で形勢が悪くなったから投げるとか、もう積んでるけど、もうほぼ積んでますよ。けど途中で投げて参ったなんて、全然しないですから、もう最後の一手のギリギリまで粘ってくるんで、ただりさえ強い人ですよ。 ただでさえ強い人が全力で序盤も中盤も終盤も来ながら、もう終盤に最後にもうつ、もうギリギリ、やっとここまで来たよっていうところからもうギリギリで逃げていったりとか、めっちゃ強い人を積んで勝たすなんてめっえぐっと思って、本当に。 でいろんな戦い方があるし、まあ、最近僕やったのはブラタシステムですけど、村田システムをうまく使いこなすようになれば、もっとね、いい勝負ができるんだろうなと思って、まあでも序盤で、あんまりいいこ、うん、駒組みとかいろんな変化していかないといけないし、まあだからシステムの使い方で、まあいろんなあっても、この、誰ですかね、長谷さんが言ってるみたいに、例えば、僕の五角形全部足して10だとするじゃないですか。攻撃力とか守備力とか、 あの戦術力とか終盤力とかいろんなのがあってこの五角形があって10だとするじゃないですか。で、今までヤグラだったんでヤグラで、ま、トータル10だとしますよ。で、例えば村田システムに変えた時に、例えば戦術力とかこの構想力とかは上がるかもしれないですよ。ヤグラ使ってた時よりは。だけど、全部足しても10なんですよ。結局のところ。これがあの振り飛車で振ろうが最、右玉にしようが、 あの、三権飛車だろうが中飛車だろうが、どんな戦い、角換わりを覚えていったりとか、相掛かりを覚えていったりとか、雁木を覚えていったりとか、最先端のことしても、結局のところ、自分が持ってるパラメーターの自由は変わんないんですよ。攻撃力が上がるのか、守備力が上がるのか、構想力が上がるのか、進展性が上がるのか、精神修行的なことになるのか、最先端の将棋っていうふうになる,なるのか、このメーターのこのズレとかはあるんですけど、結局のところ全部出すと一緒なんですよ。結局十なんですよ。 だからそこのところを広く伸ばしていくためにはどうしていくかなっていうところがベースだと思うんで,で。僕はね、まあそのためにはもう対局対局対局で自分よりちょっと強い人とやるのがいいし、自分よりちょっと強い人が最後の一個まで粘られて差し切って勝つっていうのはめちゃくちゃハードルが高いんですけど、さ、んに何連敗とか二0連敗とかしても仕方ないんですよ。相手の方が強いし、強い人がギリギリまで粘ってくるんで。まあ相当力はつくと思うんですけど。 まあ、負けますけどね。で僕は本当に勘弁してほしいなって思ってんのが、たまに、ちょっと負けてると、まあ、運営というか、レーティング、なんか、商談しかけたら強い人当てるとか、いろいろあると思うんですけど、なんかこの、28級とかた、たと、戦うときは、多分27級とかで。で、まあ、でもかなり強いにしてるから、負けても別にレーティング下がんないですよ。あのー、相手が、が低くても。で、その時に、 二十八級かみたいな。うーん、だけど、まあ村田システムでしっかり組んでいこうと思ったら、なんか変な戦法してくるんですあ、なんか初心者っぽいな、確かに、みたいな。だけど、なんか初心者の動きってこう読めないから、うん、だけど、まぁ、基礎的なところで村田システムから、まぁ、ガンギに移ったりとか、ぐらに組み替えたいとか、結構村田システムってこう、幅が広いんですよ。それでどうしようかなと思ったら、橋攻めしてきて、あれと思って。 めっちゃ強ないと思って。なんか弱いふりして、なんかこう、弱いふりして、なんかめっちゃ強い人がやってんのか、途中からきしに使ってんのか分かんないですけど、恥攻めで、めっちゃうまいんですよ。で、さっきちょっと言ったみたいに、ちょっとうまいとか、この人うまいなっていうレベルだからめっちゃくっちゃ強いんですよ。24級の人が。だからアカウント的には、そのまだ5000とか6000とかなんですけど、 その、めっちゃ強い人が24級みたいな形でこう入ってきたときに、戦い方が最初雑っぽくして、なんか素人っぽくしてるけど、途中から鬼強みたいな、本当はやめてほしい。マジで。本当本当頼むと言いたい。あのね、しかも、まあこ、最初からコテンパンにしてくれたら、あの強い人が、あの、最近始めてめっちゃ強いんだな、でいいんですけど、最初弱いふりして、なんか好き見せといて、 かなんかこう、罠張って何だったら全部困取ってやろうかな、みたいな。ほんとそれやめくれと思っていますからね。いやー、これってだ、だ、誰が悪いのって言ったら難しいんですけど、でも本当に、なんかトリッキーな動きで、うん、なんか初心者っぽい感じも出しながら途中から本気出してあれみたいな感じのこ感情の揺さぶられがあるんで、いやー、あれは良くない。本当にあの、将棋を打つとか、将棋をする人が減っちゃう。あのー、本当に。 あね、なんかだから、将棋ウォーズ始めましたって人はいるけど、将棋ウォーズ1ヶ月後も続けてる人ってどれくらいいるのかなとか、将棋、まあ、クエストでもいいし、ピオ将棋でもいいし、まあ、将棋クエストが、まあ、どれが一番気力が伸びるか次第ですけど、まあ、僕の中では、将棋クエストやってたんですけど、この、レーティングがまだ1000ぐらいで,で、さっき言ったみたいに自分が、 やっってる時がめっちゃ強くしのななまあ、あと AI というかストーリーモードで進めていってもまあ、うん、AI の方が若干強かったりすんのかなみたいなとかまあ、そっちの方が良かったりするんですけど、まあ、ちょっとそこは使い分けでいきながらとか思ってるんでまあね、じゃあどうすりゃええのって言ったら、もうコツ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 やっていくのが自分にあってどの、どのやり方、だか練習したいのか強くなりたいのか。 まあ、仕組みを覚えたいのかとか、あの、スタンプ集めたいとか。まあ、なんか最近新しく、うー、変わったんですね、アップデートして。だから、例えば、村田システムだったら、こういう風に動かしたら村田システムって出ますよとか、カニが来いとか、キャニが来い。あれ、キャニが来いも良くないね。あのー、エリリン。 ですよ山口恵理子さんですよ、みんな大好き。山口恵理子さんが、あの、カニ囲いを、まあ、例えば、香川真菜僕、もう女流棋士のボイスを使うおじさんはね、おじさんのモチベーションは女流棋士の声ですよ。もうそれが始まったとか、結局女の人が好きだとか、そういうのじゃなくて、もうおじさんがね、おじさんがおじさんの声聞いて、誰が盛り上がんねんってことは、僕はやっぱちょっと言いたいですから、おじさんは、こうね、女流棋士の声聞いて、カンナさんとかの声聞いて、癒されるわけですそれでこう、何連敗しようが頑張れるわけですよ。 最後にあっちゃんみたいな、頑張ろうねとか言ってくれ、それで頑張れるわけですからね。で、それで、キャニが怖いみたいな。<laughs> あの、あのー、て、てっちゃんとか、あの、イトシさんサムフォン、なんか元々のデフォルトのでも、キャニが怖いみたいな言うじゃないですか。で、ジョリ流騎士は、カニが怖いみたいな感じなんですよ。で、エリーンは、キャニが怖いみたいな言うんですよ。で、それ聞きたいから、カニに囲り、囲いたがるみたいな。これ良くないね。 あのエリリンの「カニが濃い」とか「イトシンさん」とか「てっちゃんのカニが可愛い」って言わせたいからカニに組む無駄にね。まあ、ヤグラ組む時とかはカニに囲ってからこうヤグラの金ヤグラとか組むってあるしなんかンギからこう銀ヤグラに組み替えるとかもいろいろあるんですかね。で村田システムも結構こうカニに囲う あるんですよカニに囲ってそこからまあやぐらに組み替えたりとか雁木に組み替えたりとかするんですけどちょっとね無駄にカニが濃いしすぎ問題があるんでちょっとねそこは気をつけていきたいなと思うんですけど本当にこの「あの将棋ウォーズ」はねあのいろんな本を読んでてもあの幸せな仕組みだなと思うし今もずっと負けてますけど自分より強くてその自分より強い人が全力で戦ってきてくれるっていう環境っていうのは。 ありがたいなと思うんで、まあそのね、環境に、あの、強さにね、自分が応えていかないといけないなと思うんで、そのためには、とにかく特訓、特訓、鍛錬、鍛錬だと思うので、頑張っていきたいと思います。